です。私は先日ファイヤー達成して現在はタイに移住中の一般男性です。今日はですね、久しぶりの一時帰国です。スワンナプーム空港の JAL の桜ラウンジにおります。まだあと1時間半ぐらいあるんでのんびりしてます。さあ朝からね、朝日ビールでも飲みましょう。あカレーもあります。あうまっ、おいしいね。ひたちゃん、ひたちゃんそれ何？あすごいでかい一口。ひたちゃんはね、おいしいとすぐねパパとママに共有しようとしてくれます。ママどんどんですね。私日本帰ったら吉野家とかすき家行きたいわ。カレーは久しぶりでしょ。さすがに美味しかったね。美味しい。お酒がもうないね。朝からね、今ビール飲んで立ち上がったらちょっとフラフラしました。リスさん、リスさん、リスさんちょろちょろ、ね、ポケって割れちゃったらね、リスさん頭にゃん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 、レノン、タコちゃん、タコちゃんラウンジはどうでしたか？美味しかったね。ポテチいっぱい食べましたね。とりあえず日本に帰ったら iPhone 買いたいですね。内側カメラがひび割れてしまってですね、 10S Max でかなり古いんでね、変えてもいいのかなっていう感じですよね。のりちゃんは何かやりたいことありますか？日本でホワイトニング、ホワイトニングしたいね。抱っこ、おさらさんだ。パパ、うたざるちゃんだ。広いですね。私はゆっくりできるんじゃない？今回は、マイル貯まってたのでビジネスクラスです。じゃあ何台が見るの？ RRR。子供が触らないように蓋をくれました。ライトですね。頭からガム引いて膨らませます。モイスチャーマスクもついてますね。喉が乾燥しないように。ジョン・ウィックの最新作もアバターもミッション・インポッシブルも RRR も全部揃ってますね。見たいなと思って。あとスズメの戸締まりだ。最高ですね。ちょっと眠いんで寝ようかなと思います。美味しそうなご飯ですね。本当はねステーキ食べたかったんですけど、みんなステーキらしくてねなくなっちゃったみたいで和食にしました。でも美味しそうですね。じゃあデザート来たよ。それ何？なんで、ね、超食べそうにしてたの？怒ってる。大丈夫でしたか？大丈夫だったかな。あ、元気だ。めっちゃ元気だよ。ね、いっぱい寝たもんね。時間ですね。めちゃくちゃ食べてたね。羽田空港のスタッフのおばちゃんが急にね、まるで久しぶりに会った親戚かのようなテンションで話しかけてきてくれたね。元気さんとか言われてびっくりした。見てくれてすごい日本っぽいお弁当。焼き鳥食べてないもんね。ごまもする？うん、うまい。ごぼうさんだよ。ひょろひょろだよ。おいしい。おいしいよね。到着です。ふたちゃんはずっと元気です。いつ帰るか分かってないですけども、まあ、久しぶりの日本ね楽しみたいなと思いますね。ふたちゃんバイバイって。ふたちゃんバイバイして。ふたちゃんバイバイって。バイバイって。
2023年の5月にですね、ファイヤーコミュニティを立ち上げました。ファイヤー仲間を見つけて、ファイヤーに向けたモチベーションを高めたい、ファイヤーについて情報交換したい、投資資産運用について情報交換したいという方はぜひね、ご参加ください。この数ヶ月でめちゃくちゃ有益な情報が集まってきてます。これらの情報を見ているだけでも学びがあると思うんで、これだけでもコミュニティに参加する価値があるかなと思います。概要欄と固定コメントのリンクから簡単に参加できるんで、ぜひね、アクセスしてみてください。気になるのがこのコミュニティ入ったら何ができるのかっていうことですよね。一番大きなこと、それはこのコミュニティの非公開チャットグループに参加できるっていうことですね。さっきも言ったように、このチャットグループにはもうググっても出てこないような情報が溢れてます。でさらにいろんな人がいるのでめちゃくちゃ刺激になります。 Discord っていうアプリ使ってるんですけども、非常に簡単です。ほとんどのメンバーがこのアプリ使ったことない、またはコミュニティに参加するのも初めてだっていう人なんですけども、1週間2週間すればみんなね使いこなしてます。で今では積極的に書き込んでコミュニティをね盛り上げてくれてます。安心してください。これさえ見ておけばコミュニティの使い方がわかるっていうマニュアル動画も用意してますので、参加後シェアします。でさらにはですね、他メンバーとなるべく早く打ち解けるにはどうしたらいいのかっていうマニュアルをですね、あるメンバーが作ってくれましたので、そちらもねシェアします。まずこのチャットグループに入ったら他メンバーの自己紹介を見てみてください。普通にいろんな人がいるんで、それだけでも面白いです。そしてこのチャットの中ではですね、なんて言っても非公開なんで、気兼ねなく資産運用とかファイヤー、あとは海外移住とか税金などについて情報交換ができます。例えば自分のポートフォリオとか副業の実績、あと家計簿、そういったことも共有できますし、相談もできます。さらに言うと米国株、日本株、不動産、暗号資産、インデックス投資、高配当株投資、債券とか、あとは海外移住者も多いんで海外定期預金とか海外の貯蓄型生命保険、そういったことも相談できます。最近では暗号資産でファイヤーしたっていう人も増えてきてるので、暗号資産の話題も結構盛り上がってるんですよ。自分はまだファイヤー達成してないとか、投資初心者だとか言って臆することはないんですよ。みんな本当に優しいんで、簡単な質問でもいいんで書き込めば誰かしら優しい人が答えてくれます。例えばですね、あるメンバーはサイドファイヤーを計画してたんですけども、いつ実行に移せばいいかちょっと悩んでいるという内容を書き込んだところですね、実際にサイドファイヤーを達成した人たちからですね、自分の経験とか知識に基づいて親身になって相談に乗ってあげるみたいなのもありました。もうそれを見てるだけでも面白いんですよね。そういった情報交換とか相談とかがもう毎日ね繰り広げられてるんで、それはね有益な情報が集まりますよっていう話なんですよ。最近ではですね、もうメンバーが自らもう主体的に勉強会とかね、そういうのを開いてくれるんで、さらに盛り上がってます。例えば会社員時代に背取りで月50万円とか稼いでたファイヤー達成者がですね、どうやって背取りで稼いできたかっていうのを無料でねシェアするっていう勉強会も行われました。何度でも言いますが、本当に様々なメンバーがこのコミュニティには集まっていて、その人たちから発せられるググっても出てこないようなもうリアルで新鮮な情報が集まっているんで、これに参加するだけでもこのコミュニティの価値があるかなと思います。あとは月に1回から2回ファイヤー達成者をゲストに招いてですね、オンラインで質問会を開いてます。普通に生活してるとファイヤー達成者とかね、そういった人の話って聞く機会ないじゃないですか。しかもそういう人たちって SNS やってないんですよね。にもかかわらず有益な情報を持ってるんですよ。実際にオンライン質問会過去に数回開いてきてますけども、メンバーからも非常にね好評いただいてます。あとはオフ会ですね。これオフ会も非常に盛り上がってます。この前東京で15、6人ぐらいの規模でやりました。経営者とかファイヤー達成者とかでファイヤー目指してますっていう人ももちろんいました。もういろんな背景の人がいて、で肩書きとか気にせずね、普段できないような話ができて非常に盛り上がりましたね。今度大阪でも大規模なオフ会開かれますし、でまた東京でもね20人規模のオフ会が開かれます。私がいない中でもメンバーがね率先して開いてくれるんで嬉しいですよ。もちろんタイでもたくさん開かれてます。バンコクでは頻繁に行われてますよ。この前はメンバーでサムイ島行ってきました。タイのサムイ島、まさかね東南アジアの離島でファイヤーコミュニティでオフ会ができるとはね思っていませんでした。さすがねファイヤーミンフットワークが軽かったですね。いい思い出になりました。またねこういうオフ会も企画してるんで、ぜひね興味あるよって方もねコミュニティ参加してみてください。オンラインだけじゃなくてオフラインでも実際に顔合わせることによってよりね相談とかもしやすくなるんで非常におすすめです。で実際にメンバーたちからの感想もコミュニティのサイトにね貼ってあるんで、ぜひねご覧ください。ということでファイヤーコミュニティ現在、ね、非常に盛り上がってるんで、概要欄と固定コメントのリンクからぜひねアクセスして参加してみてください。それではどうも元気です。私は先日ファイヤー達成して現在はタイに移住中の一般男性です。今回ですね、ファイヤー失敗、暇すぎてやみそうです、早期退職はするな、ファイヤーして暇になる原因とその対策についてね紹介します。現在私は配当金と YouTube の収益、そしてコミュニティ運営で生活をしているいわゆるサイドファイヤー民ですね。ということでファイヤー目指す人たち、ファイヤー達成した人たちが本音で気軽に交流できるオンラインコミュニティ運営中です。すでに世界中のファイヤー民500人以上がね参加いただいているんで非常に盛り上がってます。ファイヤーに興味関心がある人とか、一緒に目指す仲間が欲しい人、達成者とつながりたい方、達成した仲間が欲しい人、ファイヤーを目指す人の助けになりたい方、投資初心者、そして海外移住に興味関心
関心がある方はですね、自由に入会大会できるんで、お気軽にねご参加ください。いつ入会いただいてもね1ヶ月サービス楽しめるんで、よかったら固定コメントと概要欄のリンクからアクセスしてみてください。今回はですね、とあるメンバーからの質問が非常にね興味深かったんで、テーマとして取り扱うことにしました。後ほどですね、タイトルで早期退職はするなといった理由も解説します。現在ファイヤーを目指している人の中にはですね、ファイヤー後に暇になるんじゃないのと意外と気になるところかもしれないですね。実際どんな質問があったかっていうとですね、こちらですね、ゆるっとした質問で申し訳ないのですが、私がこのコミュニティに参加した最大の理由は、リタイア後暇であるという問題をどう解消しようか本当に悩んでいるためです。で、平日は妻も働き、子供も学校、40代なので友人は全員働いてます。割と趣味は多彩な方であるにもかかわらず、暇な日々を過ごしており、逆に鬱になりそうです。ここは海外に目を向けている方が多いですが、旅行も移住も一人ではできません。一般の定年退職よりも早くファイアした人たちっていうのは、暇な時間を何に使って、どのようにね人や社会とのつながりを維持しているのか、ファイアにおいて欠かせないね暇問題について深掘りしていきたいなと思います。この動画で分かることは、ファイアのまず簡単なおさらいですよね。そして暇をしているファイア達成者の種類とか、ファイア後暇にならない対策、そしてすでにファイア済みのコミュニティメンバーに聞いた時間との向き合い方ですね。特に最後は貴重な意見なんで、最後までご覧ください。まずファイアとはですね、最近よく聞きますよねこの言葉。ただ簡単に言うとですね、会社からの給料以外で生活ができる経済状態のことをよく言いますよね。例えば株とか債券などの配当金利息だけで生活ができる状態、あとは事業を仕組み化した不労収入とかで生活できる状態、そういうことを言いますよね。例えば私なんかで言うと、株とかの配当金だけで一応生活費は賄えるよと、 YouTube やらなくても生きていけるよっていう状態なんですよ。これはやっぱりファイアしてるって言えると思います。またコミュニティメンバーにもですね、自分の会社売って役員として居座り続けることで役員報酬をもらい続けてるみたいな、それも一種のファイアかなとも思いますよね。こんな感じでですね、自分が手を動かさなくても入るお金で生活費を賄うライフスタイル、これがファイアの王道タイプかなと思いますね。ちなみにファイアはですね、年間にかかる生活費の25倍資産があれば計算上可能と言われてますね。例えば生活費が年間でね300万円かかる人だったら、その25倍で7500万円あればいけんじゃないのと。でこの7500万円を米国株とかで運用しながら、毎年 4% ずつね取り崩すんですよ。そうすると年間300万円取り崩せるわけですよね、生活できますよと。で米国株っていうのは毎年平均で 7% ぐらい成長していくんで、 4% 取り崩しても資産は減りませんよっていうことなんですよ。ただですね、資産の運用益だけでやっぱ生活をするっていうのは決して簡単じゃありません。よほどの倹約家でない限り、この収入だけで生きていくっていうのはハードル高いですよ。ただですね、最近では完全ファイアに加えてですね、資産収入と労働収入組み合わせて生活費を賄うっていうね、サイドファイアとかね、セミリタイアって呼ばれるスタイルがあります。どっちがいいか人によるんですけども、私はサイドファイアと分類しますね。でこれがファイアっていうことなんですけども、意外と暇しているファイア達成者の種類があるんですよ。私これまで辞めてしまった方も含めて600人くらいのファイアーミンと接してきました。その中でもやっぱり暇してるファイアーミンっているんですよね。私が見る限りですね、2種類おります。一つ目が自分の会社を売って多額のお金を得たバイアウトファイアーミンですね。そしてもう一つがですね、ずっと会社員でサラリーマン人生に疲れて早期退職したっていうファイアーミン。逆に個人事業で稼いでファイアしたっていう人はあんまり暇持て余してるイメージないですね。なんでかっていうと、ファイア後もゆるく自分の事業してるからですね。僕みたいな感じですよ。僕なんて今 YouTube 月2本ぐらいしか投稿してないですからね。そんな感じですね、週に 2,3 回楽しくゆるく働きながらファイア生活を送ってるっていうことで暇してるイメージはないですね。これら2つのファイアミンがなんで暇してるのかっていうと、まずバイアウトファイアミンですね。あんまり見かけないですよね。 SNS でもそんなにいないと思いますね。ただこれ意外といるんですよ。特に海外に多いですね。タイにもマレーシアにもいます。でそういう人を見るとコミュニティ内でもいるんですが、2桁億円ぐらい持ってるイメージですよね。でそれらを債券とかで運用して、その利息だけで年間数千万とかもらってる人います。もうそれだけで優雅な生活を送れるんですよ。でそういったメンバーっていうのはタイとかマレーシアでかなり高級めなコンドミニアムに住んでますよね。ファイアした理由聞くとですね、やっぱ人間関係に疲れたとか語る人多いんですよね。で毎日何してるんですかって聞くと、何にもしてないって答えます。彼らはですね、もう目立つメリットないんですよ。目立つのがリスクでしかないんで、だから情報発信はしないんですよね。ただギブ精神めっちゃ溢れてます。で優しいですね。オフラインで会えば資産形成とかね、海外旅行とかこれまでの道のりとかね、心よく教えてくれます。でオフ会めっちゃ好きですね。で先日マレーシアでお会いしたバイアウトファイアミンはですね、もう3日間連続で飯をねごちそうになりました。ありがとうございます。やっぱり私が出会ってきたバイアウトファイアミンはやっぱ暇でもですね、心に余裕があるんですよ。大阪にもねお一人いるんですけども、やっぱ暇って言ってたんですけど、またなんか事業
業を始めればいいかみたいな、そういうマインドの人が多いんですよ。この気持ちはね、わかりますね。私バイアウトファイアミーじゃないんですけども、やっぱ最初ね、辞めた後っていうのは清々しくて何にもしない自由っていいなと思うんですけども、やっぱどんどんね、社会から孤立していく孤独感、これがねストレスになるんですよ。陸の孤島に流された人みたいな。特にこうやってね、ファイアすぐできちゃう人っていうのは仕事できる優秀な人なんですよ。仕事でしっかりとこう結果出してきたからこそできる極致っていうことで、もうそういう人たちって仕事を苦しいと思ってないんですよね。そもそも仕事楽しいとか、仕事できる俺いいじゃんみたいな感じでアイデンティティ確立、自己肯定感を上げてきた人なんですよ。そういう人がね急にファイアしたら、まあそれはちょっと苦しいよねっていう感じなんですよね。ただ何度も言うようにですね、こういう人たちっていうのは経済的な自由と精神的な余裕、これ持ち合わせてるんで、病むってことはないかなと思いますね。放っておけば気づかないうちにまたなんかやってるっていう感じです。心配ありません心配なのはこっちですよね。元会社員ファイアーミンですね。やっぱなんでかっていうと、多くの人が今まで何々しなければいけないっていう、こういう世界線で生きてきたと思うんですよ。まあ、私としては息苦しかったですけど、心当たりもありますよね。まあ、ずっと会社にやってるとこれが当たり前になります。例えば生活のために働かなきゃいけないでしょ、明日会社へ行くのに朝、まあ、何時に起きなきゃいけないのもありますし、会社によってはスーツを着なきゃいけないとかね、会社によっていろんなルールがあるじゃないですか。で、なんか資料作ったら誰かに見てもらわなきゃいけないしとかね、数え出したらもうキリがないということなんですよ。ファイアーするってどういうことかっていうと、こういうルールの中で生きてきた人がいきなりね、何々しなくちゃいけないっていう枠からね、飛び出すことになります。そこにまずね、つまずいちゃうんですよ。自分の人生において自分は結局何がしたいのか、何を成し遂げたいのか、逆に何に対して不安を感じているのかとか、どのようなことが嫌なのか、やりたくないのか、こんな感じでですね、全て自分で作り上げた自分を満たす力、まあ、自己を実現する力とかね、あと周りの評価とか理解とかアドバイスないじゃないですか。それがなしに全て納得できる自己決定力みたいなのも必要になります。結構ネガティブに言ってきましたけども、私としてはこれ全部自分で決められるっていうことで非常に嬉しかったですけどね。ただいきなりそういう枠がなくなった時に、慣れてない人だとちょっとあたふたしちゃうよっていうことですよね。特に自社株の売却益で急にまとまった資産が入ってファイアした人とか、相続とか贈与でファイアできるだけの資産が手に入った人みたいなのは、まあ、ファイアする理由が見当たらないんですよね。だとりあえず社畜に疲れたと、まあ、そういう感情になる傾向があります。でファイアしてみたけど、明日から何すればいいんだろうってなるんですよ。でそういう人が陥る悩みっていうのは、やっぱりね、結局未来の自分が今の自分と変わってない、まあ、要は成長してないっていうことなんですよね。これってよくよく考えると、ファイアする前と悩みがね全然変わってないってことに気づくと思います。私がファイアする前に悩んでたことっていうのは、やっぱりこの終わりの見えないこの労働、いつ解放されるんだと、10年後の自分は今と変わってるのかっていう、この悩みですよね。それがファイアした後も同じような種類の悩みで悩むと、それは絶望しますよねっていうことなんですよ。まあ、要はですね、人的資本と社会資本の両方を失っちゃってるんですよね。幸福の資本論っていう本をね、読んでいただければ細かく書いてありますけども、幸福になるためにはですね、この3つの資本、これがね非常に大事なんですよ。金融資本、人的資本、社会資本でしょ。金融資本っていうのは、まあお金みたいな感じですよね。ファイアするってことはここはあるんですよ。皆さん金融資本ね、自由の土台となるものは皆さんお持ちなんですよ。ただこの人的資本、働いてお金を稼ぐ力、そして社会資本、この中でね最も重要なんじゃないかなと言われているところですよね。周囲の人との関わりとかね、人間関係ですね。幸福になるにはですね、少なくともこのどれか2つを満たす必要があります。ただファイア達成した人っていうのは、この人的資本と社会資本がかけやすい状況なんですよね。働きもしない、そして横とのつながりもないみたいなね。でこの2つがかけると、本当にお金だけある人みたいになっちゃって、世界から孤立するんですよね。で結局暇人間になるんですよ。まあ、この部分をねどのように補うかっていうのはこれから説明します。ということで、ファイヤー後に暇にならない対策っていうのをね解説していきたいなと思います。まず一つ目ですね、とりあえずしてみたいことはしてみる、これ大事ですね。会社を辞めた後、ファイヤーした後であれば、何をするにしても決定権は自分にあるんですよ。逆に何も決定しなければ次の予定が全く入りません。ということで、とにかくしてみたいことに挑戦するっていうのが大事ですよね。さっきも言ったように、金融資本はお持ちなんで、何するにしてもハードル低いんですよ。経済的な損失をそこまで恐れる必要ないんで、もうやりたい放題です。タイでファイヤー生活を送っているコミュニティメンバーの例で言うと、もうゲームサークルに参加してコミケ、Steam に出品するとかね、仕事を一切せず夫婦で FF14 に没頭生活とか、温泉旅館暮らししてみるとかね、海外移住生活してみるとか、まあ、全て夫婦で決めて一緒にやっているっていう感じでした。こういうね、とりあえずやってみたことの中から今後継続的に頑張ってできることっていうのが発見できるっていうことも言ってましたね。ただこの相談者さんはですね、最初の相談の中にですね、平日は妻も働いていて、子供も学校で、40代なので友人も全員働いていると、旅行も移住も一人でできませんって言ってるんですよね。それに対して他メンバーからこういうアドバイスもありましたと。家族みんなで最低でもね、奥様としっかり話をするところからではないでしょうかと。私自身2年後のプチファイヤーに向け、家族と特に妻とどんな生活を送りたいのかをじっくり話し、家族の共通目標を楽しみとして準備を進めていますというね、素晴らしい同志からの助言もありました。資産形成のために家族でね、意識合わせするときもそうですけど、ファイヤーした後も一緒ですよね。家族の理解がないと何にもできないんですよ。だからファイヤーした
後に何をしたいかっていうのも家族と向き合ってね、話し合った方がいいですよね。また別のファイヤー済みのメンバーはですね、ファイヤーしても人は一人で生きられないと、なので絆を深めます。私はランニングクラブでのコミュニティ、そして他のコミュニティでのオフ会、学生時代からのコミュニティと、そして家族、そして新たにここのコミュニティにも参加させてもらっていますと、様々なコミュニティに関わりながら体を動かして社会資本を満たしているっていう感じなんですよね。後で紹介しますけども、いろいろとね、他メンバーからの助言があった結果、この相談者さんもですね、いい方向に考えが変わっていったということなんですよね。皆さんありがとうございましたと、共感や叱咤激励までいただいて、一晩よくよく考えてみたのですが、結局20年間平日は夜中まで働き続け、反動により土日は趣味に没頭していただけでした。結局自分で主体的に動かずに働かされてきただけの人生なんで、これって大企業の定年おじさんと一緒だなと気づきました。ここから前向きに進める気がしてきました。ありがとうございました。ということで、ここからですね、コミュニティでの書き込みもちょっと増えてきましたね。この方、オフ会で一回ね、話してみたいなと思います。二つ目ですね、価値観の合う仲間を作る。さっきも言ったように、人とのつながり、これめちゃくちゃ大事です。ファイヤーしたら一人の時間が増えて寂しくなるのはこう目に見えてますよね。こういうツイッターでね、X か投稿がありました。前職で割と仲がいいと思っていた同僚と会社を辞めてからね、2、3年ぶりに飲み行くと、想像以上に会話が盛り上がらなくて驚愕すると。結局共通の話題とか仲間意識があったからこその関係であって、それが失われた時に案外通じ合えるものがないことに気づく。まさに人間関係は一期一会だと思う瞬間の悲哀ということで、これめちゃくちゃ共感できました。まあ、ファイヤーしたとかね、まあ、なんか事業始めたっつって会社辞めたりすると、本当ね、昔一緒に切磋琢磨してた元同期とかね、同僚たちと意外と会話が盛り上がらないなってことに気づくんですよ。やっぱ共通の言語とかがやっぱ違うんですよね。まあ、もちろん未だに仲いい同僚とかいますよ。結局ですね、やっぱ共通目標とか仲間意識っていう土台があってこそね、人間関係が成り立つんで、その環境から退くと他に通じ合うものがないと。このことに関しては僕もね、結構思ってたんで、やっぱファイヤーっていう共通言語のもとにですね、同じ目標に向かって励まし合える仲間とかね、余暇を一緒に楽しめる仲間が欲しくて、ファイヤーコミュニティ立ち上げたんですよね。孤独にならないためには横のつながりを作っておいた方がいいっていうのは当然なんですけども、個人的にメリットはそこだけじゃないんですよね。やっぱ自分一人だけだと毎日同じことの繰り返しになっちゃうんですが、人に会うことで刺激がもらえてね、次にやりたいことも自然と出てきます。特にファイヤー後は本当にそれ大事。私もオフ会とかで実際に会って話すことで、こういう考えがあるんだ、こういうことしてるんだっていうことで一緒にね、それやったりとか新しい発見があるんですよ。あとは壁にぶち当たった時とか辛いことがあった時に心の支えにもなります。これファイヤー目指してるメンバーがですね、経験したことなんですけども、夫が体調不良で長期休職になり路頭に迷っていました。そんな時にコミュニティの中で思いの丈をぶつけるかのように、サポートする家族として今すべきこと、自身のメンタルケアについてアドバイスを求めたと。そうすると個別 DM では、まずは〇〇さんの体調を優先に無理しないでねという優しい言葉と、あとはチャンネルの中でたくさんの休職経験談をいただきました。自分の辛い経験をもとにパートナーにその時してもらって嬉しかったこととか接し方を具体的に教えてくださいましたと。しんどい時に気軽に頼れる環境があることで救われましたねということなんですよね。そういうことにもつながるんですよ。ちなみにですね、プリガムヤング大学の研究によると、やっぱ孤独感が強い人は早期死亡率が 26% も高まることが明らかになっていますということで、せっかくねファイアしたのに孤独を感じてね、早く死んじゃうなんてもったいないですから。ということで、ファイア目指してる人、達成した人で少しでも横のつながりが欲しいよって人はぜひね、このコミュニティ参加してください。そして人生がワクワクするようなことを始めると、ミシガン州立大学の研究によるとですね、私たち人間ってのは他者に貢献することに最も喜びを感じる生き物ということなんですよね。何か努力して成長を求めて、その結果もっと次はこうしようと自身で改善ポイントを見つけて、さらに向上していく、そして他人に貢献していくことで人生をね、より充実させることができるんですよ。ということで、やっぱファイヤー達成した後も何かしらの形でね、仕事する、お金を稼ぐってことはおすすめです。あくまで楽しいことに限定してね。ここでまた全然したくないことしたら本末転倒ですから。ファイヤーする前に何かを挑戦しようとしてもリスク高いですよね。さっきも言ったかもしれないですけど、独立してフリーランスになったとしても常に働き続けないといけないですし、売り上げが減ったら生活ができなくなってしまうリスクもあると。一方でファイヤー後であれば、サイドファイヤーという形でね、事業収入だけに依存しないっていうことになるんで、その分ね、フリーランス開始のハードルは低くなりますよね。これはフリーランスに限りませんと。経済的な損失をそこまで恐れる必要がないんで、これまでできなかったことに挑戦しやすくなるんですよ。年収はガクッと落ちるけど、やりたかったこととかね、全然できるじゃないですか。そういうのをもうね、思い切ってやってみるっていうのは大事ですね。まあ、ファイヤー目指してる人からすると、ずっと働かなくていい生活なんて夢みたいじゃんと、なんで働くのって思うかもしれないんですけど、これもやっぱ最初だけですね。こういう人の傾向として、やっぱり仕事イコールコントロールできないもの、つまらない、苦しいっていうイメージがあるんですよね。仕事イコールコントロールもできるし、楽しいし、面白い。そういう風に思えるようになると、本当に人生変わります。私もファイヤーする前は仕事イコール苦しいっていう感じでしたけど、今はもう仕事イコールもうめちゃくちゃ楽しいですから。そして RE イコール早期退職というマインドを変える。こちらがですね、タイトルで早期退職はするなと言った理由ですね。ファイヤーすると自分の行動を全て自分で決めなきゃいけないプレッシャーがありますと。ただですね、逆に他人に人生の決定権を委ねたくないとかね、自己管理は自分でできますみたいな人にとってはすごくいい生活。僕も実際ね、今の生活はもう絶対に
にこれをやらなきゃいけないっていうのがないんで、すごく気が楽ですね。でしかも平日の日中の時間ポカッと開くんで、もう自由な時間が圧倒的に増えますと。今までできなかったことに時間を使えるようになるし、新しくやりたいことができた時にも行動にも移しやすくなると。お金もあるしね。ということで、ファイヤーとかセミリタイヤはもうスタート地点と思った方がいい。 RE イコールリスタートですね。まあ、これはファイヤー済みのね、寺澤さん、本を出版しまくってる寺澤さんが言ってる言葉なんですけど、 RE イコールリスタートですよ。ファイヤーは全然ゴールじゃないんですよね。何か自分がやりたいことに時間や労力をかけるためのスタート地点が FI であって、 RE はリスタート、個人的な解釈ですけど、ファイヤーイコールゴールだと思って何もしないでいるとやっぱ飽きますよね。鬱っぽくにもなります。だってファイヤーしてからが長いんですから。で、私が思う最も重要なことは、ファイヤーは人それぞれっていうことですね。別に何したっていいんですよ。ぐーたらしてもいい、事業始めてもいい、趣味に没頭してもいいし、海外に移住してもいいし、勉強してもいいし、ぐーたらしながら何かしてもいいしね、好きにしてくださいっていう感じなんですよ。ただ R イコール早期退職だって思い込んじゃうと、ファイヤー後に何もしちゃいけないのかなっていう固定観念に縛られちゃいますよね。ほんとそういう人結構見てきましたよ。コメントでもね、いただきますよ。それってファイヤーじゃなくないですかみたいな働かなくてもいいっていう選択肢があるのがファイヤーの魅力なんですよね。僕はそう思ってます。だってファイヤーしてなかったら、やっぱ生活費のために稼いでるってことで、そんな選択肢はないですよね。で、最近の私の緩い生き方もね、紹介したいなと思います。月に生活費を賄えるだけの資産収入がまずあります。で、それプラス好きなことで、まあ、年間ね、楽しく緩く働いて自分でね、まあ、500万ぐらい稼ぐようなイメージですよ。そしたら、まあ、全然ね、超贅沢はできないけど、余裕を持って生活できるわけですよ。3人家族ぐらいだったらね。で、好きなことといえば、今年に立ち上げたファイヤーコミュニティの運営ですね。毎日ね、500人以上のファイヤー民と様々な情報をリアルタイムで交換していますと。オフ会もしたり、投資のことはもちろん筋トレも話もしますし、マイルのこととかホテルのこともいろんな話をします。で、オフ会も開きます、これがめちゃくちゃ楽しい。で、あとはもう YouTube 活動ですよね。まあ、最近は月2本ぐらいとかになっちゃってますけども、 Vlog まだいっぱいストックありますし、 YouTube 投稿して温かいコメントを見るたびにやっぱやってよかったなと思います。最近はね、あとは毎月1回は必ずどっか旅行に行くようにしてますね。この前はもうオフ会のためだけにマレーシア行ったりとか、シンガポール行ったりとか、そういうことしてます。やっぱり旅費はかかりますけども、そこで出会うメンバーを通しての新しい発見とかね、それはね、旅費以上の価値があるんですよ。そういうことをしながら、私は今ね、最近ね、緩く生きてますという感じでですね、私は今、まあ、金融資本、そして社会資本、まあ、緩く人的資本ですね、このバランスを取りながら幸せにファイヤー生活を過ごしているっていう感じですよね。最後にですね、もうすでにファイヤー済みのメンバーに聞いた、この時間との向き合い方ですね、これをね、紹介したいなと思います。これめちゃくちゃリアルな情報なんで、ぜひね、聞いていってください。コミュニティ内で暇に悩んでいますかと、悩んでいない場合はどのように時間と向き合っていますかと聞いていました。一人目ですね、悩んでないですと。毎日寝る前も朝起きても今の状態があることに感謝しています。サラリーマンを去年辞めて時間が圧倒的にできたことで、今まで気づけなかったことに感謝できるようになりました。天気がいいこと、風がいいこと、何気ない近所の方々との会話、近所の猫や趣味に没頭できること、来年もこれからも最高しかない。めちゃくちゃポジティブですね。二人目、教科書通りですが金融資本で自由を手に入れました。ただこれだけでは幸せになれないのが人なんですよね。実に面白い。だから社会資本と人的資本は今後も追い続けていくものだと思います。内面的欲求を実現できるように、好きなことや得意なことで人から個性を認められ、やりがいや生きがいを感じ、自己実現達成を目指す。個人的にはシストレの普及は自分の首を絞めかねないし、何より苦労して築き上げたことを簡単に人に教えたくないなと思っていました。でも上記に確かにつながっています。そして新たにここのコミュニティにも参加させてもらっています。待っていても関東府会が開かれなければ自分で開きに行く。人的資本も能動的に追い求めるものだと。つまり暇になり得ない状況を自ら作り、行動し続けていくことで確かなものを積み上げていくものだと。現在は本当に充実していて、とても幸せな毎日です。ファイヤーは等身大の自分と向き合い、どうなりたいか、どうありたいかという自分の生き方を真剣に考えられることが意義深いことだとも思っていますねと。めちゃくちゃ共感できますね。次、私も同じような気持ちになりました。もともとは仕事人間で、平日も遅く週末も仕事に使うような生活でした。仕事から解放されたら、あんなこともしたい、こんなこともしたいと思っていたのですが、いざファイヤーしてみたら意外と続きませんでした。結局その時はファイヤー卒業しました。今にして思うと、時間、人脈、やりがい、全てが仕事に依存していたのだなと思います。2度目のファイヤーでは、やりたいことは積極的にやってみる、趣味や興味を極める、異業種の人との出会いは大切に、特に飲食業やお医者さんなど土日休み以外の人は意識しています。多趣味とのことなので、そこからいろいろ広がるといいですね。この方はですね、2回ファイヤーしてるんですね。1回目はこのようにね、ちょっとしっくりこなかったんで、もう1回次のファイヤーで今充実した生活を送っている方で、かなり珍しい、ね、こういう人もね、コミュニティにいます。次、私の場合ちょっと特殊で、サラリーマン経験なし、10年前から仲間と2社を立ち上げ、いずれもミーティング週1回フルリモートという最初からサイドファイヤーみたいな動き方してるので、参考になるか分かりませんが、時間があって暇だなと思った時にはやりたいことをこなしたり、周りの人に今空いてるんで何か手伝いますと話してお手伝いしたりしつつ、タイにいる時みたいにそこでの経験に時間を使いたい時はこの期間は NG でとプライベート重視にするので全く悩まないですね。何が言いたいかというと、仕事イコールコントロールできないものというマインドの時はいかにそこから逃れられるかに目が向きますが、仕事イコールコントロールできるものになると人とのコミュニケーションも減りませんし、
自分のライフスタイルに合わせて作業ができるので、自分なりのサイドファイヤーを確立できればファイヤーしても飽きることはない気がしますね。という感じでファイヤー後の暇についてね、今回解説していきました。いかがだったでしょうか。それではね、さよなら。